3月28日にデビュー10周年を記念したカレンダーを発売する滝本美織氏。歌詞周辺関係者からは、10年経ったがいまいち女優としてパッとしないと、いった不評が絶えない。今回の記念カレンダーは、ドラマ初出演にして NHK 初、主演を果たした鉄板や、民放で初主演した美男、イケメン、ですね、TBSK、初舞台となった。ブエノスアイレス午前0時など、これまで節目の作品となったドラマや舞台、8作品をイメージした、文字通り10周年を記念した作りとなっているという。しかし鉄板ではオーディションによる選考で主演を勝ち取ったも、のの、囲碁、ハングリー、フジテレビ系、や GTO、どう、などナンパな。ドラマに出演しても、なかなか朝の連ドラヒロイン女優が陥りがちのイメージの固定から抜け出せず、お堅いイメージが拭えないまま来てしまった。そうした中、色恋の話でも欲しいところでしたが、2015年に週刊文春によって報じられたのは、美男です。ねで共演したキスマイ FT2 の藤ヶ谷太輔との熱愛。ジャニーズタレントとのスキャンダルにより、その後は逆に舞い込む仕事が激減したとされ、相手が悪かったとされています。芸能記者、昨今では1月クールのドラ、マ刑事ゼロ、テレビ朝日系に出演したが、ここ数年、民放連ドラ主演は、ほぼ皆無というくすぶった状態が続いている。本人も焦りを感じているよう。で、カレンダーの発売イベントでは役の幅を広げて努力していきたい。これまでにやったことのない悪女の役とかもやってみたいと語っていましたからね。心当たりで人肌脱ぐような泥沼の不貞を演じる役を受けてもいいので。は、有観識記者、10周年を機に脱皮できるか。